今橋駅は、香川県高松市にある高松琴平電気鉄道、指導線の駅である。駅番号は S01。駅舎は松島町1丁目。プラットホームは松福町1丁目にある。以下取扱窓口がある。相対式2面2線の地上駅。右側通行となっている。途中下車指定駅。首都方面からの電車が直前の駅である。 松島2丁目を発車すると、次の電車は、松島2丁目を発車しましたとの表示が1番乗り場において、点灯する。また、河原町方面からの電車が、直前の駅に当たる河原町を発車すると、次の電車は、河原町を発車しましたとの表示が2番乗り場において、点灯する。駅名の部分だけ光る構造である。戸線の車両基地である、今橋尺と、 車両工場の今橋工場があり、指導線の車両の修理、点検が行われている。2020年3月31日までは、終日有人駅であり、かつては定期券や回数券など、各種乗車券の販売をしていたが、2005年2月2日の以下導入後、回数券は廃止され、定期券の発売も中止、以下取扱窓口として以下の発売。 積み増しなどの業務を行っていたが、2020年4月1日より終日無人駅となり、2020年7月1日より平日の7時15分から10時30分に限り駅員が配置されている。ありがとうございます。